はい、えー。皆さん、こんばんは。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の33日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、これ、あの、毎日収録してるので、あの、忘れることはないはずなんですけれども、いやー、なんかね、今日私勘違いしてて、えー、YouTube アップした気になってたんですよね。今さっき33日目やってなくないっていうことに、えー、気づいて、今慌てて収録をしているところでございます。今日は朝から、 8月の8日と9日に行政法の夏合宿させていただくということで、えー、やらせていただくんですけれども、ちょっとそれに向けてレジュメ作ったりとかですね。で、普段私もあの、個別法を基本的に仕事で扱ってるもんですから、 なかなかこの一般法であったりとか行政法、総論のところっていうのはね、えー、見る機会っていうのは少なかったりとかするんですけれども、ただね、まあ、実務でももちろん行政法、総論のところっても,ものすごく関わるんですよ。関わるんですけれども、ただやっぱり今一度読み直したいなぁなんて思って読み直したりとか、あとは最新判例ね。 最新判例とかに関して、まあ、試験勉強とかだと、あんまり、こう、本当の最新判例とかって、あんまり出題されなかったりとかするもんですから、そこまで重要視してないかもしれないんですけど、一旦、知っとかなきゃなーなんて思って、直近の判例とかですね、パラパラと、まあ、重判とかもね、ちょっと一通り見返したりとかですね、いまして、えー、最新判例なんかを、えー、自分の中でブラッシュアップしたりとかしていたんですけれども、さ えー、ということで、えー、今日は33条に入っていくことにしましょう。昨日から行政指導に入っていきました。この行政指導っていうのはもう本当にね、実務上もすごく重要で、 で、結構、あれやこれやですね、行政の方から言われるわけですね。で、もちろんね、その行政の職員の方たちが言われていることっていうのは、あの、まあ、何も根拠がないかっていうと、基本的には法令に根拠があったりとかですね、あるいは内部のですね、もうガイドラインとか、あ内部の要綱とかに準じて説明をしてくれているので、ふんふんということで、えー、いろいろね、えー、聞きながら、で、行政の人たちとも協力しながら進めていくというのが、ま、正しい だろうなと正しい姿勢だろうなと思っておりますけれどもただ私の事務所のスタッフとかにもいつも、あのーまあ、行政書士の、ねえー、スタッフとかにも言うんですけれども役所の窓口でいろいろこう言われた時にそれを全部鵜呑みにするんじゃなくて何に書いてあって何を根拠に説明しているのかで書いてないことであればどの規定の解釈なのかこれをやっぱりクリアにする必要があると。 で、行政指導とはいえですね、やっぱり従う従わないというところはこちらの方でもですね、あるわけですから、きちんとその根拠を明確にするべきであると。法律に根拠のある行政指導と法律に根拠のない行政指導というパターンがあり得ます。確かに行政指導というのは法律に根拠がなくてもできるということにはなりますが、ただ、その場合はやっぱり任意の協力というイメージがやっぱり強いわけですね。 もし彼には本当にただのお願いとして言っているということであれば、こちらにもこちらの都合があるわけですから、あそれをちゃんと説明して、理解していただいた上でですね、行政にもそれを説明して、でそこに関しては突っぱねる。いや、それは従いませんとかね。えー、っていうのも、何でしょうね、こう営業許可とか取る時とかに、 本当にね、うーん、行政の言う通りにやるとめちゃくちゃコストがかかったりとかですね。で、効率的じゃないことめちゃくちゃ言ってくるんですよ。いや、今の時代こういうシステムがあるんだから、これで代替すればですね、全然人件費とかかからないでできるじゃないかと。なぜそれを認めないんだと。法令の規定もそうなってるの。なぜここの自治体は認めないんだと。まあ、こういうことをですね、常に日々、あの、故障するわけなんですね。行政指導とはいえ、 やはりそこには従う、従わないというところが、まあ事業者にとってのですね、まあ我々にとってはクライアントなんですが、そのクライアント先の利益にものすごくつながるようなところっていうのが出てくるので、まあその辺をやっぱ交渉するのはね、我々の仕事かななんていうふうに思っております。33条なんかはまさにそういったところなのかなというふうに思いますが、33条はですね、こういう規定なんですね。 申請の取り下げ、または内容の変更を求める行政指導。ということで、取り下げとか内容の変更を求める行政指導をしてくる。我々が許可申請書類とか持って行ったときに、これはこういうふうに直してください。なんていうことで、内容の変更を求めてきたりとか、あるいは、うん、ちょっとこれだと許可出ないかもしれませんから、申請を取り下げてください。なんていう、こういうことをですね、行政指導でしてくることがあり得ます。 行政手続き法7条では、申請をしたら、地滞なく審査を開始しなければならないということになっていますから、そもそも受理しないなんていうことはできないわけですよね。で、ですから受理しないということはできないんですが、行政指導、お願いとして、 これは取り下げてくれませんかあ、こういうことをですね、平気で言ってくることがあり得ます。あるいは内容の変更なんていうことで、これはね、結構あるんですよ。我々も結構最新の法令に準じてですね、で、これせっかく法令改正があって、政令とかでね、えー、認めてくれるようになったからと思ってですね、でだ出してみると、えー、意外と現場の役所はその法令改正とかについてこれてなかったりとかして、いや、これはまだちょっとね、新しい規定なんで、 ちょっとね、えー、古い規定の状態で出してくれませんかとか、古いそのルールを守ってですね、えー、これはまあ今のところはちょっと受け付けられないんですねとかですね、こういう方と言ってくることがあるんですけど、まあまあね、役所の人も慣れてないっていうことを行政の職員だって、なかなかね、大変なところってあるでしょうから、 ま、向こうが申請通り、通しやすくですね、してあげるっていうのは我々のね、えー、仕事かなと思うので、いろんなね、認めやすくするための、決済でこれで取ってくださいよっていう添付資料とか、説明資料とかね、めちゃくちゃ付けてあげたりとかするんですよ。特にあの技術、技術的なところとか、最近のなんか新しいシステム使ったりとかするようなパターンで、あの、申請出したりする。私の仕事ってそういうのすごく多いので、 そういう場合は結構ね、もうそういう資料をいっぱいつけてあげてで、窓口でもう説明してあげるんですよね。で、それでもやっぱり、いやーちょっとね、まだ事例がないんでとかね。 あの、事例がないんだとかよく言うんですよ。行政の方って。いや、事例を作っていかないと新しいことなんかできないじゃないかって思うんですけれども、その、事例がないからできないとかですね。結構平気で言ってくるんですけど、まあ私はそういう場合は、いやいや、とはいえね、やっぱ法令でそういう風になってるわけだから、えー、これはもう認めてくださいと。で、あの、こっちでちゃんとリスクを負うようにしますから、なんていうことでですね、きちんと説明をして、で、まあ、場合によってはいろいろ上申書とかつけたりとかですね。 で、あるいはですね、まあ他のちょっと、本章のお墨付きをちょっといただきましたという形の文章をちょっと提出させていただいたりとかですね。まあいろんな形をとって、 で、あの申請を出したりとかするわけなんですけど、取り下げとか内容の変更を求める行政指導をするっていう場合も、我々が、いやいや、その行政指導には従いませんよ、ということをですね、表明しているにもかかわらず、いや、絶対取り下げてくださいとか、もう内容は変更してください。こういう行政指導を継続することによって、当該申請者の権利行使というのを妨害するようなこと、妨げるようなことをしてはならないと、こういう規定になってるわけなんですね。まあ、とはいえです、ね、 ですね、この33条というところ、うん、これ現場でよく出てくるわけなんですが。 これを通しやすくするというのは、何も喧嘩をするというよりかは、法令の根拠をしっかり示してあげるとか、あるいはですね、こちらとしてもあの資料をですね、要求されている以上のもの資料を提出してあげるとかですね、そういう努力がまあ、行政書士はね、特にあの必要になってきたりとかするということになります。33条のところなんかは、あの、品川のマンション、マンション事件というのがあって、品川区のマンション事件というのがあって、 あれはあの、マンションとか建てるときね、建物建てるときに建築確認申請というのをしますけれども、この建築確認がなかなか降りないと。 で、行政指導がですね、降りて、で、付近住民とですね、きちんとその接触をしてくださいと。付近住民の同意を取ってからじゃないと、そうじゃないと、まあちょっと揉め事を起こったりするのも、ちょっと品が区としても厄介なので、えー、ですから、うん、まあその、ね、建設をする、事業者さんはあ、きちんとですね、そこは調整をしてから、あまあ持ってきていただいたら、 あその場合にはですね、建築確認を出しますよと。一旦申請は受け取っておくんだけれども、建築確認は出しませんよと、調整してください。なんていうことで、行政指導を繰り返すんですねで。もう行政指導には従いませんよと。行政指導には従いませんよと。もうね、もういい加減建築確認出してくださいよと。こういうことを言っているにもかかわらず、行政指導をことさら繰り返すことによって、で、処分を出さないなんていうことは、これは違法であるなんて処分。 うん、そういう判例が、えー、違法だっていう風にしたですね。判例が、これは昭和60年でしたかね。昭和60年に出ているわけなんです。よくこの品川区のマンション事件のこの判紙がですね、まあ判決文が、 あこの33条の条文にまあ影響を与え、この33条の条文ができたんだ、なんていう説明がされたりとかもするんですけど、これ学者の先生によっていろんな言い方があったりとか、あるいはやっぱりなんかちょっと制定過程を見るとですね、この行政手続き法の条文の制定のところを見ると、必ずしもこの品川区マンション事件の判決文がですね、まあそのまんまこの33条になったのかっていうと、一概にもそれだけではないというような ことみたいですけれども、まあまあ一般的にはですね。この品川区マンション事件が33条に影響を与えたんだという。まあ、理解でいいのかなという感じがしております。はいということで、まあ、行政指導のですね。まあ、33条について説明をさせていただきました。まあ、結構ね。うん、読めば当たり前のようなことが書いてるような感じがするかもしれません。けれども。 これはね、本当に現場ではなかなか難しい問題だったりとかしますから、まあぜひそんなことをかみしめながら、イメージしながらですね、条文見ていただきたいなというふうに思います。まあ今日はね、ちょっとアップが遅くなってしまい、えー、申し訳ございませんでした。明日は特定行政書士の、えー、ちょっと研修の担当で、えー、出てかなきゃいけないので、もう朝からなんですよね、そういえば。朝から会館行くから、そうか。めちゃくちゃ早く明日、 朝収録をしてこれアップしないといけないんだっていう感じがして34条を今ため取りしたい感じはしてますがこういうのはですねちゃんと46日間続けると決めた以上はえ明日早朝来てえ34条収録をしていきたいというふうに思っておりますえ何の決意表明なんだかよくわかりませんけれどもじゃあ今日はここまでにさせていただきたいと思いますお疲れ様でした